ここからは言えば言うほどです。はい、政治の話が続きますけども、不思議な国のアイスさんからもいただいております。おっぱい枕さんからもいただいております。この間からの話、猪瀬知事と徳田前理事長及び徳田国会議員との3人を、東京の市民団体が公職選挙法違反の疑いがあるとする告発状を東京地検特捜部に送りましたというような、これ昨日いただいたお便りでね、はい、毎日いろんな情報がこのことについて伝わってまいります。で、今出てきたのはですね、こちらの方、アイアンメイデンさんからも、猪瀬都知事の借用書、借用書出てきました。はい、あの、バッとこう振りかざしてらっしゃいましたね。はい。これ今すぐにでもパソコンを使って同じものが作れますよね。銀行の貸金庫に他の書類と一緒に保管してましたなんて、作家にしては言い訳が下手すぎます。でも猪瀬さんの眉毛、おかしな書き方ですね。時代劇の悪代官みたいな眉毛です。ラジオダイソーさんからも、猪瀬さんの借用書、相手側の名前もないし、ハンコもないみたいだし、あれでいいんでしょうかね。きっと特集会に、ちょっと特集会にお金借りに行ってこようかなと思います。あれで貸してくれるんやったらいいなという話ですか、忘れてたみたいな感じで、あの出てきたっていうような感じでこう提出されていましたけど、最初はどこ行ったかわからんと言ってました。あのね、はい、私ね、はい、いろんなものね、はい、あのどっかやっちゃったりなくしたりするんですよ、はいはい、でだから借用書なかったのかって聞かれたりした時に、うん、あの出てこないことって私の場合よくあるんですけれども、はいはい、あのそういう時ってでもね、あの書いたこととか作ったことは覚えてるでしょ。ああ、そうそうそう。うん、で、あの、ある、うん、あるけど、うん、今はちょっとどっか行ってないから探しますとか、うんうん、あの、必ずあるんで、もうちょっと待ってくださいとか、うん、聞かれた時は普通そうやって答えると思うんですけれども、うんうんうん、あの、どんなに忘れてても書いたこと、作ったことは、うん、あんまり忘れないと思うんですよ、うんうん、だそれがちょっとこうどこに行ったかもわからないとか、うん、なんか書いたかもわからないような言い方を最初されてたでしょ、うんうん、なんかちょっと忘れ物多い仲間としても違和感を感じる。仲間なの、あなた。忘れ物とかあの、はい、なくすことが多い仲間としても。なるほど、ね、はい、小高さんの立場からするとそれがちょっとおかしないか。魚政商店車両部さんからいただいておりますけれども、まあ借用書なんて借り手の署名捺印だけで作れるものなので、事後に作ることができるんですけれども、猪瀬のおっさんドヤ顔で借用書ご会長ということですがところが金額が三要数字、捺印なし、印紙なしということ、しかも金額欄に空きスペースがある。うん、あれじゃあ受け取った方がね、あの3億5千万円というふうに偽造すぐできるじゃないですか。金とね、5の間にちょっと間に、ね。はいはいはい。だから借用書、そういうの開けられないようにということでね、うんうん、いろいろ工夫があったりしてるわけです。今までのこの経験上ね、はい、付け足せないようにとか、はい、それからもっと言うなら漢数字でね、書いておくとか、うん、あの、祝儀袋とか、そういう裏でもそうやって書くじゃないですか。はいはい。係員の人がなんかちょっと受付ね、誰がやるか分からへんけど、うん、集まった祝儀袋の裏のとこちょちょっと書き加えてですね、はい、やってしまわないように空いたところでもですね、うんうん、まあ、あの きっちりした人は漢数字で書きますよね、はいはいはい、というのはこれいろいろ不備がありありでと、手形や小切手を手書きで書くときは金額欄は漢数字を使うわけで、このおっさんは借用書の書き方も知らないらしい、うん、作ったかどうか定かではない借用書を堂々と公開しておりますが、収入印紙が貼られていない。さらに5000万円ですから2万円の印紙を貼っていなければなりません。あの税務署よりこの納付しなかった、印紙税の額とその2倍に相当する金額の合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍の6万円をですね、あの徴収されることになります。印紙税法違反です。借用書には印紙を貼らないことを都民に国民にお勧めしているようなもんであります、うん、こういうことを自慢げに記者会見するなんて寂しいなと思います。それにこれくらいの金額になると、いろんなこの錯誤とか偽造を避けるために普通は借用証書は2枚2通作ります。それで1通しかないのは返さなくてもいい借金、もしくは別のもので返す借金と考えられます。あまり偉そうな顔をしない方がいいと思います。2通作って、そしてあの契約書でも何でもそうですけども、なんか割りみたいなのをしますね。ちょっとずらして重ねてパッと押して、
重ねてみると、ああ、これとこれは、対のもんですね、うんうん、ということが分かるようなことをいろいろあるわけです。お互いにそれで持ってるという。うん、それ、えらいガサガサのもんやなと、うんうん。うん。一応これでも、専門家見たら通ることは通るらしいです。はい、だけども、さっき言ったように、どんだけでも付け加えられるんやんかと。うん、付け加えられんように、いろんな書式があったわけで、今までね。うん、そんなもんみんなガサガサやな。就任誌も貼ってないやろ、ということ。汎用うさぎさんからも直筆で名前は書いてありましたが、実印もなく本物だとしても、随分5000万円もの大金が、軽く扱われているように思いました。僕は販売の仕事をしておりますが、お客様から領収書を求められた時、いろいろと書き方があり、結構大変なものです。店長が見たら怒られてしまうレベルだと思います。店長、これ取ってきました。このも何お前あれやお前、正式なもんもっと書いてもらえというようなぐらいのガサガサの書き方であると、ね。借用書自体はどうなのか分かりませんが、こういった書類関係って、猪瀬さん作家さんですから、他のいろんな書類なんかの書き方とかは、私みたいな会社勤めよりはものすごくご存知だと思うんですよ。その流れで借用書そのものの書式がもう分かんなくても、はい、印紙やらなんやらっていうのは大体共通してますから、いるのかないらないのかなとか、そのぐらいはお分かりになると思うんですけどね。ああいうちょっとした商売を舞台にした小説って書いてなかったやろ、あの人。そうなんでしょう。ねえ。はい、あ。うん、そう、いろいろこう、ねえ、おやと思うこと。ですから、この、ロッテパイの実、冷たいこと言うなよさん、ロッテパイの実さんも、あたふたした感じが出てましたね。PP フルーツさんからも、まあ、ここピンチですね、と。ちょっとスパッとやめて、自分が本当にやましくないなら、もう一度選挙で出馬すれば、一番わかりやすいんじゃないですかね、というようなことやら。うん、まあ、続けるという気持ちはあるようですよね。はい。そうやっておっしゃってますね。都民のために、はい、国のために頑張りたいというようなことは言っておるようでございます。いろんな9時台もお話がありました、はい、10時台になりましたけれどもね、純ちゃんからいただいております。猪瀬さんは一度都知事を辞めてからもう一度出馬すればという意見がありましたが、その通りです。そしてもう一度お金を5000万円借りて、きちんと正式な借用書を作ればいいと思います。そのタイミングで借りてはいかんでしょ、それは。選挙の時にいるんやから。個人的に、じゃ選挙とは関係ないお金で借りたんでしょ。いや、選挙がいろんな説明してましたよ、うん、選挙で落選してしまった時に、うん、いろんな事務所とかなんか人も雇ってますので、うん、その時のための用意としてこれだけあれば安心だなということで、徳田さんからお借りしたんですと。生活に困ってとかも言ってましたよ、でもね、なんか曖昧。生活に困る坪井さんは、はい、借金してまでは生活に困ってないから、はいはい、猪瀬さんより上はね。僕いつも言ってるやないですか、うん、ね、例えばランボルギーニがいくらやとかあんなって、うん、おこれかちょっと300円ぐらい足りんなとか言った時に消してるかいって、借りてまでも買ってはいかん。そこで借金生活が始まるわけですから。そうそんなことしてはいかんということで、僕はそれを買ってない、ですから、まあそういう意味ではね、猪瀬さんよりも豊かかも分かります、はい、まあでも借りたお金使わずに生活してたらしいですから、やっぱり下ですわ、はい。僕いつも思うんですけども、はい、上か下かというのは悔しいですから、うん、今、ケネディ、キャロラインが、大使、キャロライン・ケネディが来ておりますけどもね、はいはい、あそこは名門ですよ。ケネディ家ケネディ家。名門で大きな屋敷に住んでますけども、うん、私なんかいつも伝記を読んでみると、はい、ケネディ家が、移民してきた時の、うん、貧しさよりも俺の方が今豊かよなと。極貧の移民生活からのいう話は言うんですけど、はい、アイルランド系のね、はい、貧しい移民やったということを聞いた時に、はい、俺の方がその時は勝ってたな。いや分からへん、ね、あれそれでも負けてる。分からへん。あ、そうなんか、はい、一生負けてるかどうでしょう。なんてな、はい、うん、まあ、そんなようなことでありまして、借用書のもん、あ、そうそう、ちびたのお父さんも、ドヤ顔で借用書を見せたら、猪瀬さんですが、時間の問題ではないでしょうかね、という。借用書って僕、ようわかりませんけれども、はい、よく時代劇で、ビリビリっと破る、よし、返したらね。ビリビリっと、よし、これで、借金は返したって、ビリビリってこうやって破るとこあるじゃないですか。返したら、とかね、はい、うん。猪瀬さん、あれ、返したと言ってましたでしょう。
あのお金、うん、まだ借用書はで残るものですか。破らなくても、でもなんだろう、完済しましたみたいな証明書みたいなものはあるのかな。返した証明書はあるんですか、どっかに。それでもないと、だって貸し、はい、あれ借りたまんまですよ。まだ返したって言っても、もう返してもらってない借用書あるって言われたら困るもんね。はい、借用書ってどうなんだろう。あれ何を破ってるんですか、時代劇は。ビリビリ。あれはまあ返しましたっていうことで、はい、時代劇だから、ね。時代劇だから、お互いにもうこれはもう関係ないですよってことで破るってことでしょ、シーンとしては。で、まだ借用書は残ってると。はい、で返したという、まあ破らなくても残ってるの、破らなくても完済証明書みたいなものは別に欲しいですよね、はい、返した時に、はい、借りた方としてはあるのかな。また手書きで書きますって、また手書きでささっと書きました、ね、どうなんだろう、わかりませんけどね、はい、時代劇の知識ですけどね、はいはい、さあそれではこちらでございます。十字のツボです。